わかりました。そうしましたら、今回ですね、オートデスクの、レビット、今回、話題、お題に出していただいてますけども、そちらの方のですね、最新バージョンの概要とですね、あとはレビットの中にあります、ビジュアリゼーションの機能の部分をですね、ちょっと一部抜粋してご紹介の方をしていきたいと思います。まずですね、レビットの2021ということで、4月の18日にですね、日本の方では21ということで新たに公開をされておりまして、今回ですね、かなりの様々な新機能がざっとこのようにですね、てんこ盛りでご用意されています。ちょっと今回はですね、お題としては、レビットの方の説明というわけではありませんので、中でもちょっと代表的な新機能の部分だけをですね、ちょっとご説明の方をしていきたいと思います。まずこちらの方ですね。今までレビットの方がですね、傾斜壁という、斜めの壁ですね。こういった壁がですね、デフォルトでちょっと作るのが難しかったと。やり方いろいろあったんですけども、デフォルトの機能として傾斜壁というのが作れなかったんですが、今回ですね、ようやく、レビット本体がですね、そういった機能をつけて、斜壁というか、そういったものをですね、作ることができましたので、新たなデザインの、新しい範囲というのが広がったんじゃないかなというふうに考えています。作り方としては、こういった壁に対してですね、通常垂直というふうになっていますので、こちらの方を斜めというふうに変えていただいて、角度をつけていただくことで簡単に、斜壁の方を作ることができるようになっています。で、一応ですね、90度からマイナス90度というふうには出ているんですけども、正確には89度から89度ということで、90度になってしまうと、そのままペタッと横に倒れてしまうことになりますので、基本的にはプラス90、89度からマイナスの90、88、ごめんなさい、89度までというような形になっています。で、建具なんか、じゃあ実際どういった形でついてくるんだということなんですけども、通常ですと建具自体はですね、垂直の壁につくような形になっておりますので、今こちらの方でですね、まず一旦ちょっと斜壁の方を作りながらご説明の方をしていきますけども、通常こちらの方で、ごめんなさい、こちらの壁のところですね、ここで、斜壁を作りますと。で、こんな形で通常に建具を置いていくと、当然垂直の壁に、対応はしてるんですけども、この壁をですね、斜壁にしてしまうとですね、こんな形で、通常は追従してこなくなっちゃうんですね。こう角度をつけると。いうと、こう、建具自体は垂直の状態になってしまいますので、建具も、斜壁に合わせるということで、新たに建具のプロパティの部分にもですね、こちらの部分に斜めというのがつくようになりましたね。向きのというところで、垂直を斜めに変えていただければ、ここは角度は必要ありません。壁と同じ角度で、同じく追従していくというような形になります。こんな感じですね。あと、他にもですね、今回、リアリスティックという機能がですね、実際、レビットの方にはついてきてるんですけども、こちらの方がですね、かなり、バージョンアップされてます。かなりリアルな形ですね。今までですと、特にですね、描画速度が遅かったせいもあるんですが、これは2020版の、動画になるんですけども、これ今、ウォークスルーを実際もかけてるんですが、描画の速度とマウスが追いついてないんですね。なので、こういうふうに画面が飛んでしまったりとか、で、これで実際もう一度、ウォークスルーをかけていきますけども、ここでようやく動き出すのは動き出すんですけど、やはりコマ落ちしながら動き出していくと。今、ちょっと壁が消えちゃったりしてますよね。ですので、こういったところがですね、これは2020のバージョンでのリアリスティックの状態だったんですが、なかなかリアリスティックとは言いながらも、簡単にですね、写実的な動画というのが見せることができなかったというのがあるんですけども、こちらの方がですね、ちょっとじゃあこれはちょっと実機でお見せしたいと思いますが、これが実際の、2021での、リアリスティックの動画になるんですけども、こんな感じでですね、かなりこう綺麗な状態でですね、当然、パースというところまではいかないんですけども、現場をですね、こう、どういった形であるのかというのをシミュレーションしながら見ていくという分にはですね、これぐらいの、クオリティの動画でも十分ですね、周りの業者の方々とですね、いろいろ確認ができるんじゃないかというふうに考えております。またですね、このままの状態で、このまま上がっていただいて、例えばこういった部分ですね、屋
上の部分でこのようにどういった形で設備機器がついているかというようなものもですね、かなりこうリアルにですね、確認をすることができると。そしてこのやっぱり描画速度がかなり上がってますので、このリアルタイムレンダリングをした状態でこのように綺麗なですねレンダリングっていうのを見ながら各自で確認をしていくことができるというものになってますので、全然新たにですね今までの2020からは相当進化してきてるんじゃないかというふうに考えております。あとこういったオービットですとかこんな形ですね、このような形でですね、相当2021では、リアリスティックの部分が強化されたというのがございます。他にもですね、自動設計というのが新たに追加されていて、まあ、ジェネレーティブデザインというのがつくようになっているんですけども、ちょっと時間がかなり迫ってきてます。あと3分ですね。3分ですので、ちょっとここはですね、簡単に飛ばしたいと思います。これはジェネレーティブデザインというのはある一定の条件をかけた上でですね、リビット側の方で自動的に設計をしてくれるというものなんですけども、ぜひですね、こちらの方、リビットの体験版を使ってですね、お試しいただければと思います。あとはこのクラウドレンダリングの部分ですね、A360 レンダリングというもので、通常のレンダリングの他にですね、いろいろとレンダリングの種類があるんですけども、例えばこちらがですね、パノラマレンダリングっていうものなんですけども、あ、ちょっと出せないですかね。あ、これですね。これクラウドにレンダリングをかけたと同時に、自分を中心にして360度、このようにですね、見ることができる。ちょっとこれは複色店舗の部分の、例えば防犯カメラを置いたときにどういった範囲が見えるかというのですね、このような形で、見ることができるというものになります。他にも、オートですね、360レンダリングの場合は、複数枚数のですね、レンダリングをいっぺんにかけることができますので、こういったレンダリングだったりとか、あとこういったような形で、いろいろな条件を変えてですね、レンダリングを楽しむというかですね、取り出すことができるようになっています。当然こちらの方、画像形式になりますので、JPEG、TIFF、こういったものでですね、取り込んでいただいて、それをレビットの中に取り込むというような形で、マシンレンダリングよりも効率的にですね、こういったパースですとか、レンダリングっていうのを行えるというのがレビットの強みじゃないかなというふうに考えております。ちょっと最後になりましたけども、今回の、こういった VR、AR セミナーになってますけども、オートデスクレビットは、弊社の製品であります 3DS Max、それから、それらと連携してですね、今回、セミナーの方に参加していただいて、まず Unity さんの Unity Reflect、AEC ですとか、あとは業者間、パートナーシップを組んでおります Enscape、それから V-Ray ですとか Unreal といったような状態で、リアルタイムレンダラーだけではなくですね、こういったゲームエンジンにも、シームレスに連携できるソフトウェアというふうになっておりますので、ぜひですね、今後の、御社のですね、建築のプロジェクト等でレビットの方をお使いいただければというふうに考えております。